今回はコミュ力高い人って喋らないっていうことで話していこうと思うんですけど、まあ、コミュ力高い人はいつも寡黙なのとか沈黙なのとか、まあ、そういった、表面的なことで、まあ、コミュ力が高い人は喋らないっていうことを言ってるんじゃなくて、コミュ力が高い人ってある一つの条件を元にすると喋らないというか、こういう時は喋らないよっていうようなね、まあそういった、ね、話をしていこうと思います。なので、まあ、今回のね内容を踏まえてね、しっかりと頭に入れて、まあ、コミュニケーションを取っていくっていうことを意識していくと、無駄に相手を傷つけたりとか、相手にいつの間にか嫌われたりとかってことがなくなってくると思うんでね、ぜひ試してみてもらえたらなというふうに思います。でこのチャンネルではこういったコミュニケーションのアプローチの方法であったりだとか、前向きに生きるためにはどういった考え方を持っていけばいいのかっていう部分を解説しているチャンネルになるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回も内容に入っていきましょう。まずですね、コミュ力が高い人っていうのは余計なことを言わないんですよね。コミュ力が高い人って余計なことを言わないんですよ。で、余計なことって何なのかっていうと、この余計なことの定義っていうのは意味のない発言ですね。意味のない発言。例えば相手の話を聞いているときにそれでとかって言うのって、これ意味のない発言ですよね。相手をただ傷つけるだけの発言だったりとか、よくわからんわとか、なんか言う人いるじゃないですか。いや、そんな言い方しなくてよくないみたいな言い方をする人って言いますよね。こういうふうになんか攻撃的だったりとか、なんか相手を見下したような反応、態度であったりとか、こういった相手に何も届けないような、別にそれを聞いて誰が得をするのっていうような意味のないことを言う人っているじゃないですか。そういう人っていうのはどん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 人の心を離していくんですよっていうことなんですね。っていうのも、この何気ない言葉でも聞く側には大きな一言になってることってあるんですよ。例えばあなたがめちゃくちゃ楽しく話をしてたとして、それで何が言いたいのとかって言われたりしたら、もうすっごいこうなんか辛くなるじゃないですか。せっかく楽しい気分で喋ってたのに、そういう時ってこうなんか普通に笑ってくれたりとか、なんかこう微笑んでくれたりとか、そういう風にしてくれたらいいわけですよね。別にそれの真意を知ろうとすることっていらないじゃないですか。それが仕事の場面でね、こうこうこうでこういう企画をやろうと思っててとかっていう時に、いや、よくちょっとよくわかんないんだけどって言うならまだしも、プライベートの話でバーって話してくれてたんだったら、もうそれってただ楽しさを共有したいとか、楽しい時間を一緒に過ごしたいよっていうことで喋ってくれているのに、それに対して、いや、よくわかんないわとか、何が言いたいのとかって言ってたら、やっぱ相手の心を傷つけちゃうわけですよね。こういうので無意識のうちにパッてやっちゃう人が結構多いんですけど、これ意味のないですよね。自分にとっても別に何とも思ってないから言ってることであるし、もう相手からしたらなんでそんなこと言うのって思ってしまっている。だから自分の何気ない、別に悪気のない一言なのかもしれないけど、相手は非常にそれで傷ついてる場合もあるわけですよね。こういうふうに何気ない言葉でも聞く側には大きな一言になってるっていうことがあるので、余計なことを言っちゃうと人の信頼ってどんどん失っていくんですね。でこういうふうに人の信頼ってちょっとしたことでもうちょっとずつちょっとずつ減っていくんですよ。僕たちが一生懸命普段から貯めているものでも、余計なことを言うために、この人となんか一緒にいたくないなっていうのが、一つ一つ積み重なっていって、それが大きく大きくなっていくんですね。嫌なところがあった。あ、また嫌なところがあった。また嫌なところがあったってなってくると、アンテナがこいつ嫌なやつっていう風に見るようになるんですよ。で、そういう風に些細なことから目線が嫌なやつに見られていくと。だから、なんか初めに、面白くないって判断されたら、どんなに面白いネタとかしようとしても、つまらないっていう目で見られたりするじゃないですか。でこういうふうに、なんとかこいつをつまらない方向に持っていってやろうっていうアンテナが働くと、人って笑わなくなったりするのと同じで、こいつと嫌なやつなんだっていうアンテナ張られてしまったら、だんだんその人のこと嫌いになっていくんですね。で嫌いになっていくときってそういうことなんですよ。人を嫌いになっていくときって、初めは別に嫌いとかじゃなくて、ただ嫌いになる要素っていうのが一つ、二つ、三つ、四つで集まっていくことによって、あ、こいつ嫌いだわってなっていくわけなんですね。こういうふうに一気に嫌われるんじゃなくて、人って徐々に嫌われていくんですよ。でこの徐々に嫌われることを、徐々に嫌われていく人が決まってやってることっていうのは、この余計なことを言うことなんですね。意味のないことを言ってるっていう。もうこれを絶対気をつけなきゃいけないよってことなんです。だから、発言の前にとにかく冷静になる。発言の前に何気なく言い捨てるようなことをしてしまうと。だからこの余計なことを言っちゃう人ってコミュニケーションの丁寧さがない人なんですよね。結局のところ言うと、相手の心を一回考えるっていうワンクッション置かないんですよ。だからそれをしないから相手に傷つけることを平気で言っちゃったりとかしちゃうわけなので、そういう人っていうのはもう本当無意識のうちに人が離れていっちゃうんで、発言の前に絶対冷静になるってことをしてみてほしいなと思います。で、この冷静になるっていうのは、
こんなこと言われたら相手って結構ショック受けるんじゃないかなとか、これ別に言うことによって誰も得しないよなとか、だったらもっと優しい方あるよなとかっていうふうに言葉をしっかりと選ぶっていうことをしてほしいんですね。あなたにとっては何いけないことだったかもしれないけど、それが相手にはすごく傷つく言葉だったりするので、そういったことっていうのはちゃんと自分と他人で調整していかなきゃいけない部分なんですね。それが礼儀っていう部分でもあるし、まあ常識って言えば常識っていうことになるのかもしれない。とにかく、まあ、マナーですね。みんなが気持ちよくいられるためには自分の発言とかもしっかりと、まあ、丁寧に相手に伝わるように、相手に傷つかないように届けてあげるっていうのが大事ですよね。こういうふうに丁寧に相手に届けてあげられる人が、まあ、どん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 好かれていくし、逆に投げ捨てるように意味のないことを、余計なことをどんどん喋ってしまう人っていうのは嫌われていくんですよっていうことです。だから感情的な発言とかで、ね、自分をバーって反射的に喋ってしまったりとか、こうなんかね、感情的になってる時で相手のことをしっかりと見れなかったりするので、側面的な自分側面だけで喋ってしまったりとかっていうことが多くなってしまったりとかして、多面的にいろんなことを見られなくなってね、相手からしても不快なこととかっていうのを発してしまったりするので、まず発言の前に一度冷静になる、相手の気持ちに立ってみるっていうことをね、ぜひ忘れないでもらいたいなというふうに思います。余計なことを喋りそうになったら、もうまずはグッと一回ね飲み込むっていうのをね、7秒間ぐらいね、じっくり飲み込んでもらうと、自分の中でベストな回答っていうのが出てくるみたいなことも言われたりするのでね、一回発言の前に冷静になることっていうのを、覚えておいてもらえたなというふうに思います。で、こういうふうにね、嫌われる人って、徐々に嫌われていくんですよ。いきなり嫌われましたとかってなるんじゃないし、いきなり昨日まで好きだったのに今日嫌いになりましたっていうことはあんまりなくて、なんか嫌なとこあるな。うわ、またああいうとこもなんか嫌だな。なんかそういう風に見てたら、なんかああいうところもああいうところも綺麗になってきたなっていう風に、アンテナっていうものがどん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 綺麗な方に徐々に動いていって、最終ドーンって嫌いになるっていうのが大きいんですね。そういう風に日々の積み重ね、日々の何気ないことがきっかけで、どん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 人って嫌われていったりするんですね。そういう風にやっぱり徐々に人って嫌いになっていったりとか、この人からちょっと距離を置こうとかって思っていくものなので、そういう普段の何気ない行動っていうのをしっかりといいものに変えておくっていうのが大事なんですね。なのでそういう意味で、しっかりと自分の悪い習慣っていうものをいいものに変えていって、そしていい特徴、いい習慣をたくさん増やしていくことによって、本来壊してしまっていたはずの関係がしっかりといい関係のまま築けたりとか、相手がこちらに魅力的な好意を抱いてくれている状態を作ることができたりするわけですね。なので、そういったことをしっかりと学ぶためにね、自分のダメなところを直して、何気なく人を傷つけてしまっている部分とかをしっかりと改善して、好かれる人の特徴というものを身につけていくことによって、どん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 ね、今あるコミュニケーションというのを大事にしていけるようになるので、まあ、そういった部分を解説しているセミナーっていうのを僕のコミュニティの中で配っております。そのプレゼントは概要欄のね、僕のコミュニティ参加っていう URL から参加することができるので、ぜひ参加して受け取ってみてください。で、毎日こんな感じで動画もアップしていってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。